はいどうも、モバイルドットコムです。今回はアクオス最新ミッドレンジモデルアクオスセンス3プラスをレビューしていきたいと思います。アクオスってうちのチャンネルで初めてだと思います。初めてですか？そう、僕ねアクオスってね本当にやらないんですよ。僕やらないし持ってるイメージがないでしょう、うん、そうだからめちゃめちゃうちとしては珍しいと思います。でアクオスセンス3プラスなんですけど、スペックはこんな感じになってます。ミドルレンジモデルの中では一応レベルは高いのかなと思います。まあ、そんなアクオスセンス3プラスを今回使ってみて良かった点悪かった点をレビューしていきたいと思います。はい、今回も僕ちえほんと私つばきでお送りします。よろしくお願いします。お願いします。このチャンネルでは最新のスマホを買ってどんなスマホなのかを紹介しています。スマホ選びに悩んでる人、どっちにしようか迷っている人にも分かりやすいよう比較なんかもしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速いいところからご紹介していきたいと思います。まず最初に僕がいいと思ったのがデザイン。確かに後ろちょっとラメ感があって高級感がある感じしますよね。なんかあんまり安っぽさは感じないよね。うん、個人的には気に入ってて、うん、ちょっとこのブレーム、みたいなところの引っかかりが気になる気もするけどもね、そこはね多分ねちょっと怪しいよね、うん、あのフレームのメタリック感というかアルミなんですけど、これこの辺も結構個人的には加工が好きな感じになってます。うん、男の子はこういうの好きなんじゃないかな。あと液晶がめちゃくちゃ綺麗です。アクオスってこんなに液晶綺麗なんだって思って、なんか昔さ昔の印象だからいけないのか、ね、こんなにあのイグゾ綺麗になったんだみたいな、うん、なんかねギャラクシーに近いようなでもちょっと違う、うん、なんか発色が多分綺麗なんだよね。色の表現もすごい綺麗で、うん、豊かというか、うん、綺麗だね。映像見る時とかは良さげな感じ、うん、しかもこれであの有機 EL じゃないんですよこの機種。違うの？違う、イグゾディスプレイなんで。アクオスってやっぱりテレビ売ってるだけあるなと。うん、確かに綺麗です。うん、面白い機能が搭載されててですね、うん、覗き見防止機能っていうのがあります。何それ？最近のスマホってやっぱり大画面なんで、うん、まあ外で使って例えば電車の中とかなんか横の人気になりません？視線たまに見てくるおばあちゃんいますもんね。そうそういるいるであれ昔あのガラケーとかってなんか覗き見防止のフィルム貼ってたじゃないですか。さすがにあれって見にくいんで使う時だけでいいじゃないですか、うん、覗き見防止したいなって時だけできるようにしたら、うん、そんな機能がアクオスセンス3プラスに入ってると。ワンタッチでオンにするとこのようにちょっと見にくくなりません？横から。まあ確かに見えるけど見えないみたいな見えるけど見にくいねみたいな。そう、あの完璧ではないんですよ、うん、でこれ手軽さがいいなと僕思ってて、本当ワンクリックだけなんで、でしかもパターンも4種類から選べるんで、まあ見にくいようなものから、ね、ちょっと見やすいものから面白いね、うん、これ面白い、うん、あともう一つ面白いと思ったのがアウトドアビューっていうのが搭載されてます。何それ？これはあの外であの日中日差しが当たるとやっぱり画面って見にくくなるじゃないですか普通のスマホって、どうしても自動で明るさを調節して一番見やすいところで設定をしてくれるという機能がついてます。実際どうだったんですか？実際ねあの確かにあの外でも見やすかった。あ、そうなんだ。有機 EL 搭載してるあのギャラクシーノート10とか、うん、あれってやっぱり日差しがちょっと当たると多少やっぱ見にくくなるんですよ。そうなの、うん、そういう時にはこのアウトドアビューって確かにいいなって思った瞬間でした。次にオートスクロール機能が便利でした。これがねツイッターする時にすげえ便利で、まあ自動で言ったらスクロールをしてくれるんですよ。よくパソコンとかで自動でスクロールしてくれる機能あるじゃん。あれがそのままスマホで使える感じ。使い方も簡単で、うん、あのスクロールしながら流しで止めて横にボタンが出てくるんでそれを押すだけ、うん、持ってくだけで、あとはもう自動でスーって過去のタイムラインを見るとき、もう流し見読みしたいときはもう自動で流すとか使うかな一般的に使うっていうなると、うん、長文の記事とか、あ、それもいいかもしれない、うん、あの読むときに自動でスクロールしてくれるんで読むことに集中ができるんで、そういった場面ではすごい重宝する機能だと思います。僕はツイッターに使ってます速度も変えれるんですか？はい、速度調節も可能で、プラスとマイナスがあのボタンで設定されてて、それをタップすると速くなったり遅くなったりします。
次に Xperia 8と比べた時に動作はこっちの方が快適、まあ、あんまり隠す必要ないかなと思って、うん、Xperia 8先日動画にしたと思うんですけど、あれやっぱりちょっともっさりだったんですよ動作が。そうだね、もっさりしてる。そこから比べるとアクオセンスリープラスってすごい快適だって思って、使ったタイミングはその後だったんで。あ、なるほどね。そう、やっぱりだいぶね違う。そうなんだ、うん、ただ CPU の性能的にはそれほど、まあ、大きな差はないというか、マイナーチェンジしたぐらいの感覚のものなんで、まあ、高性能って言ったら語弊があるんですけど、結構やっぱ違いがあって、うん、ワンクッション置く感じはあれでしたね。あれでしたよねやっぱり日常的に使うものなんで、できれば快適な方がいいじゃないですかって考えると、僕はアクオスセンスリープラスの方が良かったなと。次にバッテリー持ちがいい、一日中使える持ちの良さがあります。やっぱりミドルレンジモデルなんで、比較的ね、この価格帯のものってバッテリー持ちはいいんですよ、どっちかっていうと。でアクオスセンス3っていうのは実は出てて、プラスじゃなくて、プラスじゃなくてアクオスセンス3の方がスペックはちょっと低いけど、まあ、より画面が小さくて持ちやすくて万人向けするモデルで、実はバッテリーってそのアクオスセンス3と同じなんですよ、全く。大きいのに同じサイズを搭載してます。一応バッテリー持ちだけで比べると、どうやらアクオスセンス3の方がいいらしい。でアクオスセンス3プラスのいいところは大画面なんで、映像とか動画を楽しむモデルとして出してくれたモデルらしいです、はい、バッテリー持ちももちろんこだわってて、1日は使えるバッテリーを搭載してるっていうのが売りなんで、まあ、確かに1日使えました。そのあたりはすごい良かったです。それでは次に悪いところをご紹介していきたいと思います、はい、まず顔認証と指紋認証を搭載したのはすごい良かったんですが、精度が微妙これはね、はっきり言っておこうと思う、まあ、精度っていうと、まあ、語弊がちょっとあるかもしれないんですけど、うん、とにかくワンクッション置いた顔認証だったりとか、ワンクッション置いた指紋認証になるんですよ。なんか最近やっぱりね、ミドルレンジモデルでも早いのは早いじゃないですか、うん、確かに。もう押した瞬間画面がパッとついたりとか、うんうん、あるね。顔認証した瞬間もうホーム画面だったりとか、うん、あの感覚よりもワンクッション遅い感じっていうのが、やっぱり使う人によってはストレスになるんじゃないかなと思いました。特になんかこのスリープから認証してホーム画面に行くっていう流れがめっちゃ待つ。めっちゃ待つ、そうスリープ状態からね、ほんと腹筋をなかなかしないんですよね。なんかずっと暗いから、あれみたいな、できてるのかなって思うぐらいに、そう、開くというか、そういう感じがね、やっぱあるんでね、ここがね、惜しい。せっかく顔認証も指紋認証も搭載して、ユーザーの利便性はもうやっぱり格段に上がるじゃないですか。ただ、使い勝手のところまでしっかりやってくれてると、もっとすごかったのかな。そうですね。思いました。はい。次にドルビーアトモス搭載してます。これはねすごいことなんですよ。ミドルレンジモデルでドルビーアトモス搭載のステレオスピーカー、これはねすごいことが微妙です。具体的にしようってする気持ちみたいなやつは伝わってくるんですけど、ね、ボリュームだけを大きくしてるような感じにしか感じられないですね。そうなんですよね、音に関してはね、椿さんがやっぱりこだわり持ってるんで、僕が言うより、いやいや、私詳しくはないですけども、別にドルビーアトモスこれだったらなくてもよかったんじゃないかなっていうこれめっちゃ面白くないですかこれた、アクオスセン3プラスを音どうかなって聞きに行ったら、はっきり言ってくるんです、これを多分相当あれだったのかなみたいなだからそもそもこのスピーカーの音質もそんなに良くなかったんですよ、聞いたら。そんなね、ドルビーアトモスをつけるほど音へのこだわりを感じなかったっていうのが正直な私の感想です。まあここがね、ぜひ次頑張ってほしいかなと。そうですね、いうところですね、うん。Jingle bells
次にゲームには向いてない。高専3プラスはもうあくまで一般的な、電話、メール、SNS だったり映像コンテンツを楽しむスマホとしてぜひね、おすすめです、うん、重いゲームはカクカクする感じですか？そうですね、ちょっとカクカクします。で、低解像度にすると例えば僕 PUBG モバイルやってるんですけど、うん、低解像度のグラフィック下げると一応できるんだよ、できるんですけど、そのやっぱりゲームメインに使っていきたいっていう強い思いがある人はあんまり選ばない方がいい。なるほど。なんです。それではここまでアクオスセンス3プラスを見てきてどうでしたか？音をメインに売るのはまだ早い。そうですね。って感じました。そうですね、まずいです。まずい。一応アクオスセンス3プラスなんですけど、まあやっぱりドルビーアトモス対応映像コンテンツを楽しむスマホとして、まあ、リリースをしてますんで。はい。うん、っていうところがまあ正直な椿さんの感想だと僕は思ってます。はい。コスパ的なところを考えるとバッテリー持ちは確かに良くて、うん、まあ、動作もそこそこ動きます。で、価格もまあ比較的安いんでコスパモデルで、かつやっぱり安心感があるアクオスのシャープ、あ、ごめんなさい、シャープのアクオスが欲しいっていう人にはまあうってつけ。やっぱりアクオスセンスシリーズっていうのは結構やっぱ人気なんですよ。ちょっと前からシムフリーモデルで一番人気のモデルに近いような形で、一気にシャープが売れ行きが変わったのはこの多分シリーズからだと思うんで、それぐらいやっぱり人気なモデルっていうのはやっぱ使ってて感じました。最後に触れてなかったんですが、カメラ画質はまあ普通、悪くもなく良くもない超広角カメラを搭載してます。で、風景もグループ写真も結構広範囲を一気に撮れるんで便利でした。じゃあ Xperia 8とアクオスセンス3プラス、どっちがいいですか？これはね、結構人にはもちろんよると思うんですけど、アクオスセンス3プラスの方が良かったかなと。やっぱり動作がね、やっぱ快適だった、ね、バッテリー持ちはねやっぱどっちもそれぞれいいんですけど、うん、動作的な面で言うと僕はアクオスの方が使いやすいってことですね。使いやすかった。カメラ的には Xperia 8かな。そうだね、カメラ的にはやっぱり Xperia の方が良かったかな。じゃあこれは人によりけりですね。そうですね、なんで自分に合ったものを選んでいくのが多分一番大事で、うん、何を優先するかをしっかり考えた方がいいかなと思います。もしこの動画がよろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。